モーター駆動機、アライン t ックス4 5 0 s e 超小型同軸反転ローター搭載機 MAX、アックスミクロ CX 無線操縦ヘリコプターは、ラジコン模型航空機の一種で、無線機によって遠隔操作されるヘリコプターである。趣味としてだけではなく、産業用にも用いられている。原動機には、通常、2サイクルのクローエンジンや、モーターとリチウムイオンバッテリーを搭載した。 電動式が用いられる。電動式は排気ガスを出さないため、屋内での飛行も可能である。従来は安定性が低く、操縦には訓練が必要だったが、徐々に自動安定装置が開発、普及され操縦は優しくなりつつある。また、GPS と組み合わせて自律飛行するものも普及されつつある。1960年代から世界各地で開発が進められてきたが、 無線装置の問題が課題になっていた。1970年代に比例制御の可能な無線装置が普及し始めたことにより実現した。1970年6月20日に西ドイツのディーターシュルーターによって 11.5km27 分51秒の無線操縦ヘリコプターによる世界記録が樹立された。同時期日本でも開発に成功していた。 シュルーターは1970年の秋にヒューイコブラの組み立てキットを受注して1971年の春に出荷して1971年に出荷ヘギから300個のキットが発売された。その後、1971年に日本でもカルト産業からシュルーターの許諾を得て縮小版のコブラ450が発売され、1973年に西ドイツのキャブンから ジェットレンジャーの組み立てキットが発売され、同年にグラウプナーからベル212が発売され、ヒロボーが1976年に参入して、神戸機構、TSK 等も参入した。1970年代末には電動ヘリコプター -1 スカイラークが一星から発売され、1987年にはアイソニックから小型電動ヘリコプター -550 が発売された。 また、1980年代初頭の神戸技研によるカスの開発を機に、ヤマハ発動機が広棒の協力を得て、農薬散布や空中撮影などにも使用される産業用無線操縦ヘリコプターの開発に参入した。1989年にはキーエンスからクワットローターのジャイロ操作が発売され、後のマルチコプターの先駆けになる。 1990年代初頭には従来、ヘリコプターのサイクリックピッチ制御では、不可欠とされたスワッシュプレートを備えない、リボルリーターが発売された。その後、リチウムポリマー電池や、ブラシレス DC モーター、MEMS ジャイロスコープ、スペクトラム拡散等の技術を取り入れ、現在では特別な訓練を受けなくても、手軽に飛ばすことのできる製品が供給されている。日本メーカーが優位を保つ。 証拠型の室内ヘリでは赤外線コントロールも増えつつある。無線装置の主なブランドには JR、スペクトラム、双葉、キテック、エアトロニクス、三和電子機器、マルチプレックスなどがある。固定ピッチ機では4チャンネル、可変ピッチ機では5から6チャンネルを使用する。なお、可変ピッチ機の場合、スロットルとピッチは同じスティックで操作する。 従来は水晶振動子を交換することによってバンドを変えていたが、その後シンセサイザー方式が現れ、さらに近年では拡散符号で多重化する VSM スペクトラム拡散式が徐々に普及しつつある。ヘリを含む上空飛行模型に使用が認められている。周波数は 40MHz 帯、72MHz お及び 2.4GHz 帯であるが、 産業用には別の周波数が割り当てられている。FM が用いられる。PPM 式は安価な機種。PCM は上の機種で用いられる。近年は VSM スペクトラム式が普及しつつある。VSM スペクトラム式はまだメーカー間での互換性が確保されていない。今後の課題である。趣味としてだけではなく、その有用性により、空撮、農薬散布、救助活動。 偵察任務にまで徐々に活躍の場を広げつつある。1980年に農林水産航空協会の委託で農薬散布用の遠隔操作による米海軍の関西無人対戦ヘリコプターの QH-50 ダッシュを原型とする二重反転ローター式無線操縦ヘリコプターである遠隔誘導式小型飛行散布装置の開発に着手してエンジンの提供を契機として ヤマハ発動機が開発。1983年に再設計を開始して1984年に二重反転ローター式のカス1号機が完成したものの安定性が良くなく実用性に欠けていた。1986年に開発が終了した。1987年にカス2号機が初飛行した。開発期間中に1号機と2号機が製造された。 二重反転ローター式での開発が難航していたので1985年から並行して趣味用の無線操縦ヘリコプターの開発で実績のあった広棒が計画に参加してオーソドックスなテールローターを装備した形式に変更して開発が進められ1987年に R-50 が完成したその後各社から続々と MAX シリーズ ヤンマーのユアハートマイナス300、ファンテックのヘラクレス、日本遠隔制御の GSR260、フェイザー等の機種が発売される、航空機製造事業法の適用を受けない、無人航空機の積載物を含む、離陸総重量は2014年4月以降、以前の 100kg から 150kg に引き上げられた。ただし、RPH-2 のように、 航空機製造事業法の適用を受ける場合であれば、この限りではない。1970年の模型ヘリコプター界、シュルーターによる世界記録日本の無線装、シュルーターのヘリコプターと比較して、キャブンのヘリコプターはホバリングが安定しており、これは模型化するにあたってキャブンは民間機のジェットレンジャーを選択したのに対して、シュルーターがヒュイコブラを選択したのと対照的である。 グラウプナー社の模型ヘリコプターハット RCK 日本ラジコン電波安全協会トピックス産業用ラジコン運用者の皆様へ無人ヘリ開発ストーリー無人ヘリの開発 a b プロジェクト X 挑戦者たち第163回超工場復活のヘリコプター無人ヘリコプターの開発とその利用状況の林業における無人ヘリコプター利用の現状と 課題山派発動機からの OEM、各種計測における無人ヘリコプターの利用、航空機製造事業法に係る、無人機の規制域地の見直しに係る、事前評価書無人ヘリコプターの重量規制を緩和、政府が閣議決定。ありがとうございます。